こんにちは、今日はですね、茨城県潮来市にあるとても有名な紫陽花の森、日本松寺に来ています。去年も来たんですけども、今年もちょっと見てみようと思って、訪れました。非常にちょっと暑いですよね。暑いですね。ポチポチと人が来てます。そんな感じです。どうですか？とっても綺麗ですよね。綺麗、いろんな種類の紫陽花があって、光となんかこう調和がね、緑とね、調和がすごいよく、綺麗です。ではまた。大丈夫よ。
ハーモニーね。形が面白いな。
さっきの訂正です。はい。日本松寺寺じゃなくて日本松寺ですだそうです。失礼しました。所要時間は大体1時間、まあのんびりね、結構広くて気持ちいい場所だね。